今朝の新潟市中央卸売市場、さまざまな野菜が並ぶ中で顔を覗かせていたのは、ふきのとうやタラの芽などさまざまな種類のあるこれら山菜が今旬を迎えているということです。春の訪れを告げる山菜です。山菜は2月から3月にかけて出荷のピークを迎え、市場に出回るものだけでも10種類以上に上ります。普段は料亭やホテルなどでの需要が高いといいますが、コロナの影響で業務関係の需要がやっぱりちょっと冷え込んでまして、平年から比べるとやっぱりちょっと安い、価格で今推移しています。価格が下がり、スーパーなどで手に入りやすいため、今シーズンは家庭で楽しむチャンスだということです。また冬の野菜といえば小松菜など、いわゆる冬菜が思い浮かびますが、冬菜という一括りは新潟県特有の呼び名なんですよね。新潟中央製菓の早川隆之取締役によると、県内では昔から各地で栽培され、メイケナや大崎菜など地域によって名称が異なるため、冬に出回る菜っ葉をまとめて冬菜と呼ぶ傾向にあるといいます。しかし今シーズン、メイケナは大雪の影響で収穫が遅れ、今月中旬頃まで出荷量が少ない見込みで、代わりにおすすめしているのが菜花です。冬菜の部類ですね。で、三重の菜花については先週三重で雪が降りましたので、逆に雪が一旦かぶって甘みが非常に乗ってると。その他市場には秋に収穫し雪深い農閑期に出回る三条市産の金時芋も。新潟ならではの旬の食材を家庭で楽しんでみてはいかがでしょうか。